先号は、東京駅と茨城県上須市及び、板子市を結ぶ高速バス路線である。は、先号が発着する関東鉄道はさき社51989年に、東京駅鹿島地区を結ぶ鹿島号が開業したが、住友金属工業を筆頭とする、鹿島コンビナートの各社への出張客や上須町、はさき町方面からの出迎え見送り需要などで、 鹿島セントラルホテルバス停に利用客が集中した。この状況を踏まえて、1990年に上須町、羽崎町へ向かう本路線を開設した。東京駅から水郷板タまでは鹿島号と共通ルートとなっている。当初は鹿島号の停車していた水郷板タバス停を通過していた。また、一時期、西部団地北カミス丁目も経由していたが、 同停留所は廃止され、水京板子バスターミナルから県道5 5号線、国道124号線を直進するルートに戻った。本路線も鹿島号と同様に高速バス路線として2014年3月25日に交通系 IC カードスイカ、パスモを導入し、相互利用できる全国交通系 IC カード10種類に対応している。鹿島号の乗車券、 定期券での、は、先号への乗車できない。関東鉄道担当便、JR バス、関東担当便東京駅水橋板子、バスターミナル小野原西、アトンパレスホテル上須市役所東部コンビナート、地主団地入り口上須ス再生病院東から、北若松葉崎工業団地新川団地ド合が、現団地関東鉄道葉崎車庫葉崎。ありがとうございます。